こんにちは。ダブリータウンイコマの時間です。この番組は毎月1日と15日の2回更新して、さまざまな情報をお届けしている生駒市の広報番組です。今回は9月8日に行われた親子で藍染め体験の模様と、9月23日に行われた生駒商店お彼岸満灯への様子をお送りします。そして僕の私の小学校では、生駒南第二小学校の児童たちが自分たちの小学校を紹介してくれます。さらに市役所からのお知らせコーナーでは、11月10日に開催するエコエコ生駒2013をご紹介します。どうぞお楽しみに。では初めの話題です。9月8日花のまちづくりセンターフローラムで親子で藍染め体験が開催されました。講師は暨陽大学健康科学部人間環境デザイン学科准教授村田博子さん。参加者は藍染めの仕組み、歴史などの説明を受けた後、フローラムで栽培されている藍を使ってハンカチの生葉染めに挑戦しました。まず藍の葉をネットで包み、水と塩を入れ5分ほど揉み込みます。ここでしっかり藍の成分を出すことで仕上がりの色が変わってきます。揉み込むうちに葉の形が崩れ、水が緑色になり泡立ってくると染める準備が完了です。その中にビー玉や割り箸で絞り模様をつけたハンカチを入れ、色が染み込むまでしばらく揉み込みます。最後に水洗いをし、余分な成分を落とすと藍が空気中の酸素に反応し酸化が進み、青色に染め上がったハンカチが完成しました。ちょっとね、頑張ってゴシゴシしすぎたんか濃くなって、みんなよりちょっと濃かったんですけど、まあ、洗濯してたらまた薄くなって、いろいろな色が楽しめると思って楽しみにしてます。藍染めがすごい興味があったので、すごい葉っぱから取ってやれてすごく楽しかったです。染めたり、いろんなやったことない作業ができて嬉しかったです。楽しかったです。すごく難しかったです。なかなかこうやって手間暇かけてものを作るっていう経験が子どもたち少ないので、今日はすごくゆっくりものを作っていくという作業を経験させてもらって、大変感謝しています。皆さん綺麗に染め上げていましたね。参加された方からは、藍染めのことをもっと知りたくなったという声も聞かれました。では続いての話題です。9月23日、宝山寺で恒例の生駒商店お彼岸満灯会が開かれ、大勢の参拝者でにぎわいました。灯籠やカップの火で先祖を弔い、感謝の気持ちを届けようと毎年お彼岸の時期に行われています。今回から新たにこの満灯会を盛り上げようと、宝山寺参道会のメンバーや有志によるフリーマーケット商店市が設けられました。生駒ならではの商品を販売するブースなどが立ち並び、多くの方が訪れ大盛況でした。午後5時から執り行われたお練り法要の後、境内と参道に用意された灯籠とカップに火が灯されていきます。子どもたちや地域の方が描いたユーモアあふれるおよそ1000基の灯籠と、家内安全や無病息災など願いが書かれた数え切れないほどのカップが
あたりを柔らかな光で包みます。こちらは生駒駅前から参道を歩いて宝山寺まで光でつなごうと、生駒駅参道入り口から灯籠とカップの明かりが新たに用意されました。街中に突如現れた幻想的な光景に足を止め、カメラを向ける方の姿も数多く見られました。そして大鳥居の下には特設の換気ステージが設けられ、和太鼓、三味線、ジャズなどのライブも開かれました。光のイベントであるこの万灯会をさらに発展させていこうと、大鳥居をライトアップし、音楽とともに楽しんでもらえればという新たな試みです。暗闇に大鳥居が美しく照らし出され、時間とともに色が変化していく様子はまさに圧巻。奏でられる音楽に合わせて変化していく大鳥居の表情と演奏に、参拝者からは大きな拍手が送られていました。この他にもお茶の無料招待や境内での琴の演奏などがあり、盛りだくさんな内容でした。訪れた方からは、毎年楽しみにしています、例年にも増して楽しめましたと笑顔がこぼれていました。